Twitch プライム8月のラインナップを紹介する動画。そのままやないかーい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも CM 実況チャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、Twitch プライム8月のゲームラインナップ更新されましたのでお伝えしていきたいと思います。はい、今回はね SNK が、特徴となっています。はい、SNK は、この夏に、プライム会員に向けて、人気タイトル20作品以上無料配信するとしていて、第1弾は2020年5月に、はい、キングオブファイターズとかサムライショーダウンなんかが、来ましたよね。で今回8月はその第2弾として、この7作品がラインナップしています。はい、メタルスラッグ2、そして、SNK、14th Anniversary Collection、 そして、ショックトルーパーズセカンドスカット、ベースボールスターズ2、そして、これ洋名になってるんですけど、はい、和名は、戦国伝承2001ですね。はい、そしてこのタイトルも、洋名になってますが、和名は超鉄ブリキンガー、そして、キングオブザモンスターズ。はい、この7作品が今回第2弾として、Twitch プライムで無料プレイを楽しむことができます。はい、いずれもね、PC 用タイトルで海外版となっていますが、全然、国内でも遊ぶことができるのでおすすめです。でこの中から、Steamで配信されているのは4作品ですね。はい、順番に見ていきましょう。まず、メタルスラッグ2は、2016年4月15日に配信された、アクションゲームですね。はい、これもね、ファンの多い、シリーズ作品となってます。はい、698円で Steam では購入することができる作品ですね。はい、日本人も、まあ、おおむね好評というか、まあ、賛否が分かれているというか、微妙なところですが、はい、ゲーセンで腕を鳴らした人もいるのではないでしょうか。はい、そして SNK14th Anniversary Collection ということで、SNK ブランド40周年を記念した、タイトル、去年の6月8日にリリースされた3980円のタイトルなんですが、結構これを買うだけでですね、 SNK の、たくさんの、タイトル、全24タイトルが遊べます。はい、なんでね、これを、買って SNK のさまざまなレトロなゲームを堪能することができるので、これだけでもすごい価値があるというかお得ですよね。はい、3980円のゲームが今回無料で手に入るわけですから。はい、そして、ショックトルーパーズ2、ショックトルーパーズセカンドスクワッドですね。はい、これも2016年9月28日に登場したアクションゲームですね。はい、ショックトルーパーズを題材にしたゲームです。798円で購入することができて、まあ、これに関しては日本語を対応しています。はい、そして、ベースボールスターズ2ですね。はい、2016年4月27日好評のゲームですが、はい、これも、Steam で手に入れることができます。 Xbox360 コントローラーにフル対応していると。で小学生レベルの英語能力があれば理解できますと。小学生レベルなんだ。中学レベルもいらないということで、はい、まあ野球ゲームなので、まあ、それなりに遊べるのかなという感じがします。この4タイトルが、はい、今回、Steam でもリリースされているゲームとなっております。であとね、はい、戦国伝承2001の、これもねベルトスクロールアクションなんですけど、4人の初期キャラクターから1人を選び、赤い月の夜に目覚めた荒ぶる魂の浄化のため世界各国を駆け巡るというタイトルであったり、これも自分ねちょっと知らなかったんですが、はい、超鉄ブリキンガーという1996年に発売されたサイドスクロールのシューティングゲームなんかも今回入っていますし、まあ、割とこうバリエーションに富んだ SNK のゲームが入ってるんじゃないかなと思うので、ぜひゲットしてみてください。でプライムのゲームの、ゲットの仕方については、毎月この Twitch プライムのラインナップが更新されている時に話していますが、はい、今回も、その
連携の仕方なんかは自分の運営サイトで見ていただければと思います。概要欄にリンク貼り出しておきますので、興味のある方はご覧になってみてください。ということで、また、最近ね、1週ごとに新しいゲームが増えているツイッチプライムのプライムでゲームのラインナップですが、まあ、そのあたりは、週刊新聞通信でね話していければなと思っております。また来月にもご期待ください。ユーロでした。バイバイ。